いや、すごかった。これは、ねえ、初めて見た。お、お、見てよ、ほら。いや、でっかい。木の放水で。これ来る？お、来た。お、来た。来た、サメ来た。助けて助けて。はい、おはようございます。おはようございます。今回は初ゲスト、あのシャークマスターの初ゲストで来ていただいたのが小川さんです。はい、よろしくお願いします。小川輝明と申します。あの知ってる人はね、もう本当ファンの方いると思うんですけどねもうまさかのシャークマスターに登場してくれるという、いやいやいや、長年のファンの方もおられると思いますので。僕あのただでさえあの釣りもそんなにやったことがないのにサメなんか釣れるのかっていうねこれですよ、これありえないでかいね。いや、釣ってみたいと思います。うん、でこれ、ね、こんな初めて見ましたよね。でかい。これいつもね僕がやってたんですけど、今回は本当記念すべき初ゲストなんで、これからねまたいろんな方に来ていただいて、そうなんですね、チャンネル盛り上げていただければと思いますんで、はい、はい、じゃあ行きましょうか。これはみんなが見てくれるかどうかにかかってるんでね宣伝してください、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、まずはね、あのサメの餌となるね、ムロアジを狙ってたんですけど、まずね最初に釣れたのはですね、これねカツオですね。なんかムロアジの反応、これね、はい、もうやってみよう、いきなりでね、このカツオを ねあの生けすに入れるとすぐ死んじゃうんですよね。なのでもうその場で使います、これね。でね、これ目通しって言うんですよね。この目の間にね、この紐を通すんですよね。こうやって目と目の間にね。で、それでこの針をね、この紐に縛り付けるんですけどね。こうやることによって針がね、もう外れにくいんですよね。あとね、魚もこう弱りにくいんですよね。カジキとかね、本マグロを狙う時もこんな感じでね、針かけてやるんですよね。意外とね、針外れたりすることあるんでね。僕はね、最近これを使ってますね、こうやって目通しね。さっきのもカツオやね。朝一ね、すぐ釣れたんで、こうやってすぐ入れてサメ狙ってみますよ。スタンバイ OK ですね。てかこれ元々は何用なんですか？これね、本マグロとかですか。もっと細い糸を、細いって言っても太いけど、P30 号とかを 1000m ぐらい入れて。俺聞いたことあるのって 0. 何号とかいうの。そう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 、そんなんじゃない。 これ使う人いないよ。これこの糸を言ったらなんか毛糸みたいですねとか言ってすごいな。こんなん使う人絶対いないから、はいはい、売ってないからこんなの。まあ待ってたらいいとこ入ったら、これね船ゆっくりゆっくり流れていってるん でいいとこ入ったら、あ、来た。お、来た来た、サメ。いきなり来ましたよ。取られたんちゃうかな、今餌なくなったな。マジサメかな。めっちゃ強かったですね。うん、あれ曲げる。あ、いなくなった。ほら、やられて。確認してみますね。早い、うん、一発だ。これはサメかな。でも取って、うまく取っていったかもしれない。本当に餌取られたんでね、ちょっとモロアジが釣れたんで、モロアジもねこう入れてすぐやってみたんですけど、当たりはすぐありますよ。ただね、この日ね餌が全然釣れなくてですね、サメも釣れなかったんでね、気分転換にねちょっとマグロ釣り行ってみますね。ちょっとマグロ釣りに行きましょうか。昨日は残念でしたけど、ああ今日は頑張ってました。行ってみます、はい、待って、負けないんだけど。タイミング合えば帰りにサメ釣りもやってみようかなと思うんですけど、もうこの日はねマグロを狙いに行きました。でね、これシイラですね。結構でかいでしょ、ね、
これもシイラですね。小川さんもね、こうね、釣りしててね、これね、カツオですよ、カツオ。でかいですね。やったー。カメラの前で釣りました。はい、イエーイ、はいはい、初めてちょっと嬉しい。ここね、パヨって言ってね、あの魚礁があるんですけどね、水深ね 2000m ぐらいのところにで、ね、V を浮かしてね、そこの周りに魚が集まってきて、マグロも集まってくるっていうポイントで、だいたい沖に2時間ぐらい沖の場所でやってるんですよね、これね。外洋ですね、ほんとね。この日天気良かったんで波がないんですけど、すごい遠いところまで来てやってるんですよね。沖の方でね、なんか黒いなんか生き物がいたんで近寄っていったんですよね。何かなと思ってね。かなりでかいですよこれ。すごいな。あ、これね、クジラでしたね。潮吹いたんでもう分かったんですけどね。ちょっと近寄ってみますねこれね。結構ね、近くまで寄れましたよ、これ。ほんと、ギリギリまで、船の。ただね、このクジラがいるとね、このマグロとかね、こういうのね、ちょっと警戒してね、釣れなくなっちゃうんですよ、クジラとかイルカ来ると。すごかったこれは、ねえ、初めて見た。しかもめっちゃ近かった。厄介なんですけどね、釣りするのだけで。いや、でも、はい、僕らにとってはもう最高ですよ。はい、釣れても釣れなくても楽しい旅ですね。はい、いや、素晴らしい。マグロはね、こんな感じで釣れたんでね、ちょっと帰りね、サメ釣りをちょっと最後にやってみます。もうね、時間もなかったんですけどね、もうちょっとだけね、やってみましょう。池江さんはちょっと釣れたんでね。君が泳いでくれるかどうか、大丈夫やね。木の放水で。これ来る？ん？どうだろう。木の放水効果あるか。何でも試してみます。これはすごい。あ、もうなくなってきた。こんなもんでいいか。すげえ。とりあえず。マグロを釣った時にですね、氷水につけるんですけど、その時にですね、真っ赤っかになるんですよね、その氷水がね。それをちょっと今放水してみたんですよね。おびただしい血だったからな。本当？マグロの血だからな。おーとか思ってるかもしれない。サメはね、マグロ大好きなんでね、マグロの血ちょっと反応あるんじゃないかなと思ってね。お、いいとこ流れてます。さあ、ここで来るか。マグロ釣りに使ったね、餌がですね、結構余ってて、もうそれもね、まとめて巻き餌にしようと思ってね、ここでね、カタクチイワシとかね、イカとかね、そういうの余ってたんでね、ちょっと巻いてみました。ここでね、もういろいろ巻いてると匂いがするんでね、まあいろいろ寄ってくるんじゃないかなと思ってね、巻いてみたんですけどね。うわ、あ、ほんと？え？すごい！いや、いっぱい来た！なんだ？いや、さっき餌捨てたから。うん、あの、イカめっちゃでかい？なんかいます。あ、なんかね、寄ってきたんですよね。これちょっと大物の予感ですよね。2匹？ちょっと何かはね、はっきり分からなかったんです。僕はちょっと見ることできなかったんですけどね。僕が行った時にはもう見えなくなってたんでね。お、
おお。来た。おお来た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 。おおなんか跳ねた。おおおお。おーら来たサメやサメ。マジっすか。おーら。やったー。ついにサメヒットですね。一日釣れない日もあったんでね、かなりもうテンション上がりましたその時。来たやべえ重いいやもうほんとね、最後にかかるとね、ほんとテンションはもうさらにもうマックスですからね、この時ね。来ましたよ。これはあんまり引きすぎない方がいいんですか。うん、引けたら引いた方がいいんですか。もうちょっと待ってよ。はい、これね、あのドラグって言ってね、調整がちょっと弱くなってるので全然負けないんですよね。巻いても意外と簡単に糸がね、こうやって出ていくんですよね。魚が引っ張るとこうねリールが逆回転して糸が出るようになってるんですよね。そうすることによって糸が切れなかったりするんですよね。持ってみます。それを調整するんですけどね。うわっ、これね、ちょっと手伝ってもらっていいですか。怖いっしょ。っでやっぱりね、最初からテンションを強くかけすぎると持てないんでね、ちょっと最初は緩めにしてて、ちょっとそれでもきつかったんでさらに緩くしたんですよね。緩くするとですね、巻いても巻いても糸が逆回転で出ていくような感じなんですよ、ね、その代わりそんなに力入れなくてもあのテンションかかったら糸が逆回転して出るんでね。だから竿もあんまり曲がってないですよね、テンションかかってないんで。こうやって見るとね、高くはないですけど。あ、マジですか。いやシャークマスター行くぜ。さあここからね、もうファイト体制入りましたよ小川さん。あ、やばい。助けたいシャーク。すごい。すごい。うわあ。うわあ。いやー。ほら、このギーッと音出てんのがこれ逆回転し出ていってるとこですね。全然負けない。もう諦めてたけどね。完全。完全。キャモンです。最後の最後で来た。あれをマグロの音で聞きたかったけど。40キロぐらい来てる。全然負けないですね。結構やばいでしょ、うん、結構強めにしますか、ドラグ。2人でやるんだったら、うん、2人でやるんだったら、ね、ちょっとごめんね。ここでね、ドラグをちょっと強くしますよ。このテンションがかかるんですよね。こうサメが引っ張ってもこのね、糸が出ないように強くするとめちゃくちゃ重たいですよ、その代わり。でもこうやって巻いて押してこれるというね、これはやばい。結構やばいですよこれ。ギエッ。やばいっしょ。やばい、めっちゃやばい。あ、なんかちょっと小川さん、ちょっと一人で持ってみたいですか。ダメだ。めっちゃ持ってくる。結構やばいっしょ、ね、テンションかかってるからね。ちょっと走ると引きずり込まれそうなんですよね。一人で持ちきれないですよ、ほら。飛んでるかもしれない。いやー、やばい、これはまずい。よし。助けて、助けて。助け、頑張れ。慣れてきたぞ。あ、ダメだ。またあんまりね、ま、強くテンションかけてね、もうずっと手で持ってると海に引きずり落とされるんでね、ちょっとここはね、ちょっとサポートしてもらいながらやっています。だいたいね、これぐらいのサイズのサメだとね、普通の釣りだと1時間以上かかりますよ。これはね、かなり強い糸とね、あのリールも大きくて、で、あと竿もね、これ本マグロとかも釣るような竿なので、かなりヘビータックルなんで、こうやって巻いてくることができるんですよね。100キロ以上あるよこれ。引き上げるつもりか。もうね、一瞬で上げてきますよこのタックルだと。やっぱ血が効いた、血が効いたかもね。
よいしょ。すごいからさ。ふうふう。ね、糸が逆回転して出なくなってどんどん巻いてこれるんですよ。どの辺に読むんですか？この辺に読む。マジっすか。ね。小川さんも完全諦めてましたよね。ねえ。もう今回はダメだから次回とか言ってたのに。次回の話。いや、最後の最後で来ましたね。これはすごい。いえ。楽しいですよ。いやー。やばい。こっち向いてる。マジですか。全然わからん。なんじゃ入らんぞ、もうね、サメちょっとバテてると思いますよ。これどんどん、ま、負けるでしょう。いやー、こんなサメね、こんな負けないっすよ、普通。そうそう軽くなった気分。どんどん来ますよ。もう主導権は完全にこっちですね。おっしゃ、見えた。やっぱりサメですよ。ラー君とこ。うわ、やっば。できる。やりました。疲れた、疲れた。気が遠くなりそうだった。うわ、来た。メジロザメだな、この子ね。マジっすか。やりましたね。シャークマスター記念すべき初ゲスト、勝負強いですね。流れ言ったでしょ。いや、僕でも帰ろうかなと思ってました。マジで。ね、結構諦めモードだったじゃないですか。いや、完全もう 100% 諦めてましたね。1% も考えてなかったです。まあダメだ、どうしようかな。もう一回今度死んだマグロかけて流した方がいいかなとか思ったけどね。しかもだってさっきあの大きい方のあのなんだっけ、逃げられたから ね、 ね、そうそう、背中で逃げられて、つもぐりね、ラストの餌だったんでね、ちょっと待ってね。いや、すげえ。これちょっともうちょっと見たいですよね。うお、ちょっとカメラ入れてみますよ。危ないな、こっちこっち。ちょっと手危ないよ、手危ないよ。ねえ、これね、カメラだとちっちゃく見えるんですけど100キロ近いんですよ、実は。ほら、ちっちゃく見えるけどでかいですよ。そんなにね、ほんとね、ちょっと待ってよ、はい、ちっちゃくないですよ。ちょっとごめんなさい。あの針のサイズと口のサイズ、ちょっと危ないよ、ね、見たら分かると思うんですよね。小川さん最初あのオープニングの時針手でね持って説明してたんですけど、それのサイズからすると口もでかいでしょ。100キロ前後ぐらいじゃないかなと思います。これこういう向きだから。外にかかってんね、この子ね。お、取れた。よし、さよなら、さよなら、さよなら。おお、やったー、やりましたー。大成功。素晴らしい。ありがとうございます。シャークマスターへの道第1弾やりました。すごい疲れたけど楽しかった、ね、よかったですね。最高でしたね。おー、ちょっと上出来だな、今回。本当ですね。上出来だよ、これ。やったー。